はい、それでは今日も未来の自分自身におはようございます。はい、それでは今日の日付はですね、2023年令和5年の5月18日の木曜日、今日も日本経済新聞の朝刊からいろいろと今の社会情勢を学びつつ、朝からしっかりと文字を読んで音読をして、口を動かして声を出していく、そんな練習を行っていきます。ということで今日はですね、5月の18日ということですけれども、昨日がですね、気温30度を上回って本当に暑い一日でした。で、今日もですね、同じく気温が30度を上回って、東京あたりだと31、2度、熊谷とかですね、栃木とかの方のに行くと、もう35度前後まで気温が上がるというような地域もあるようです。で、明日、明後日はですね、天気が下り坂になるということなので、昨日、今日ほどは暑くならない見込みで、明日の夕方ぐらいからですかね、東京は午後からって言ったかな、雨が降り出していきそうだということで、明日はですね、20度台の後半ぐらいまでは気温が上がるかもしれませんけれども、なんとか今日ですね、しっかりと水分補給をして乗り切っていきたいなというふうに思います。で、ですね、今日職場まで来る途中、頭の中で整理してきた、キーワードみたいな考えはですね、言葉にして言うと、魚はですね、与えられるよりも自分で釣り方を覚えた方がいいというような内容でした。ですね、この後3つ目の音読、2つ目か3つ目の音読の題材で読むことになりますけれども、メダカブームが今来ているということで、それは全然ですね、知らずに、そういうこと関係なくですね、この来る途中の頭の中の整理の中で思いついた、キーワードだったわけですけれども、魚というのはですね、当然ながらこの自分が食べていく、生活の糧という意味で言えばお給料であったりですね、例えば人によってはそれが年金だったりとかっていうような、さまざまタイプというかパターンがあるかもしれませんけれども、やっぱりですね、人だとか、よそからですね、与えられるようなこの自分の食いぶちよりは、何らかの形でいいから自分でですね、この魚の釣り方というものを覚えていった方がいいというような内容となるわけですけれども、やはりですね、人から与えられるだけの、例えばお給料ですとか年金だけで言えばですね、その魚の、大きさが小さいとかですね、魚のその量が少ないとかですね、そういうやっぱり不平不満になりがちになってしまうのがややもすると多いと思いますけれども、やはりですね、その魚の大きさが小さく感じたり、もしくはですね、魚のその量が少ないと感じるようであれば、自分なりにですね、その与えられるものに加えて、何らかの形でどんなことでもいいので、自分で釣り方をですね、覚えて、少しでもそこの魚を自分で釣ってみようって思い始めると、いいとされる世の中なのではないかなというふうに思ってます。そのメダカの記事の中でもですね、副業でメダカを養殖して販売するみたいなことがですね、出てくるわけですけれども、その必ずしも副業がいいかどうかっていうのは、ちょっとまたその話は別としてですね、どんなことにせよ自分でその、実際に釣りはしないまでもですね、世の中にはどんな釣り方があるのかなとかですね、自分にはどんな釣りのやり方、例えば海釣りがいいのか川釣りがいいのか渓流釣りがいいのか、沖に出てですね、船で、トロールするのがいいのかですね、いろいろな釣り方があるはずであるし、自分が得意だったり、もしくは自分の環境に合ったその釣り方というものがあったりすることが多いと思うので、それが実際にその釣りに出ないまでも、少しずつでも考えてみたりですね、機会があったら実際にその釣りをやっている人、その釣りというのはある意味比喩であるわけですけれども、自分でですね、何らかの形で多少なりとも食いぶちというかですね、収入を得ている人たちがいるんであれば、それがですね、どういう仕組みで、成り得ているのかなということを少しずつでもですね、調べてみたり、興味を持ってみたりするということによって、自分が今携わっている、普通のですね、その与えられる魚である意味での給料とかですね、そういうことに対しての見方が変わってくるのではないかなというふうに思ったりします。やっぱり自分でやるとなると、当然そこには様々なリスクが付きまとってくるわけで、そのリスクを負うのが嫌なので、やはり自分はですね、その与えられる魚で、なんとかやりくりをしようというふうに思うパターンが多いと思うので、実際に釣りに出てみたらですね、どんなリスクがあるのか、海であればですね、その沖に流されてしまったり、もしくはですね、本当に全然、
坊主というかですね、釣れない時が続いてしまったりとか、まあ、いろんな意味でのリスクがあるはずなので、まあ、そのリスクというものはどういうことで、どういうやり方したらそのリスクが軽減できるのかなというふうに考えるだけでも、実際に今携わっている、まあ、与えられる魚という意味での仕事だとか、まあ、そういうことにも生かせることができるのではないかなというふうに思ったりします。それを考えないことがですね、一番自分が成長する機会を自分からこの失わせてしまっているということにもなりますし、そういうですね、自分なりの創意工夫とか気づきなどを積み重ねることが、まあ、今の仕事などにも役立ってくるはずだし、ひいてはですね、いずれ自分自身で釣りをしていくようなこと、立場になっていくこともできるというふうにも言えるかと思います。なのでやはり魚というものはですね、この与えられるだけよりも自分で釣り方を覚えようとするというような意識が大切ということが言えてくるのではないかなというふうに思ったりしたのがですね、今日職場まで来る途中、自分で頭の中を整理するような意味でのですね、出てきたキーワードということでした。ということで今日もですね、まずは昨日の日経平均株価の終値を確認しておくと、昨日の日経平均株価の終値は3万飛んで93円59銭、3万飛んで93円59銭ということで、おとといに比べるとプラス250円60銭、プラス250円60銭ということで、この後ですね、音読の題材の一つ目の社説にも出てきますけれども、1年8ヶ月ぶりにですね、日経平均株価が3万円を超えたところで取引を終えたというような動きがあったようですので、まあ、こちらはですね、またこの後の社説で、触れてみたいと思います。そして円ドル相場もですね、昨日の時点では1ドル136円98銭から99銭、1ドル136円98銭から99銭ということで、一昨日に比べると1円19銭の円安、1円19銭の円安ということで、もうですね、あと2銭か3銭ぐらいで137円台に円安が進むというようなところで、昨日はですね、取引を終えていたようですので、今日またもしかしたら137円台などにですね、一時的にでも円安が進むかもしれませんね。ということで今日ですね、まずは一つ目の音読の題材としては、今日の日本経済新聞朝刊の社説の一つ目からですね、タイトルは株高が持続し長期投資が広がる市場にというタイトルとなっています。で、先ほどですね、ちょっと触れた日経平均株価が3万円を超えたというところもですね、少し触れてくれているので、まずはこちらからですね、今日の、音読の題材を取り上げていきたいと思います。株高が持続して長期投資が広がる市場に、日経平均株価が3万円台を回復した。2021年9月以来1年8ヶ月ぶり、比較的安定した企業収益の期待が株価を押し上げている。株高を持続的なものにして長期の株式保有が広く資産形成に資する市場にしていきたい。日経平均の今年の上昇率は 15%、 世界株平均は 8% 高で、米国のダウ工業株30種平均は前年度を下回っている。日本の底堅さが目立つ。新型コロナウイルス化からの経済再開もあり、企業業績は堅調。2023年3月期決算は小幅ながら全体の純利益が最高を更新して、2024年3月期もほぼ同じ利益水準を維持するとの予想。日本株への関心は海外から高まっていて、米国の投資家ウォーレン・バフェット氏は大手商社株への追加投資を表明した。海外投資家が買い越した日本株の金額は4月は2兆円強に増えている。とはいえ PBR、株価純資産倍率といった株価指標で見れば、日本株への評価はなお低いまま。企業は資金を遊ばせず経営改革に取り組まねばならない。米国の金融不安など世界経済の行方に警戒は消えないが、将来の収益の源泉となる新たな事業分野への戦略投資は必要であり、人への投資も怠ってはいけない。大事なのは株価上昇を一過性に終わらせず、長期にわたって株高が続く循環を生み出すことだ。バブル後の長期停滞で日本株離れが進んだ30年間だった。投資信託は米国株での運用が人気の中心で、企業年金では日本株の配分比率は 10% にとどまるという。肝心の国内投資家が日本株を敬遠する流れを反転させねばならない。若い世代を含めて家計それぞれが将来の資産形成を考える時代、
2024年から少額投資非課税制度 NISA も拡充される。保有株の価値が長い目で見て増えていくことで家計が潤う。財政が苦しい公的年金にも助けになる。資金を預かる資産運用会社は運用力を磨かねばならない。日本は大手運用会社の多くが金融グループの傘下で、証券会社や銀行など売り手側の論理が優先される構図にないか。運用のプロとして知見の蓄積や運用商品の透明性も問われよう。長年の構造問題に向き合い信頼を高めてほしい。長期マネーに厚みが増せば新興企業の資金調達もしやすくなる。小粒なまま株式上場を急ぐのではなく、有望企業が大きく育ち新陳代謝を促す市場に高めたい。ということでですね、割とまあいい話がですね、まあこの社説の中でも言われているようですけれども、まあ、株高が続くということというのはまあないというかですね、やはりまあいつも言うように株というのはまあ上がれば売られるし、売られればですね安くなるし、安くなればまたですね買い戻されるしということで、やはりですねこのまあ安くなったり高くなったり、買われたり売られたりを繰り返しているのが株式市場ということになるので、まあ、それがですね大きな期間で見れば右肩がですね上がっていくというか、右肩が下がっていくということがあったりということもあるかもしれませんけれども、まあ、その日その日だけで見れば上がったり下がったりを繰り返すということは間違いないし、上がっていけばですねまた大きく下がる日が来て、でそしてですね、まあ、そこのまんままた暗い雰囲気が、メディアからはですね醸し出されて、そしてまあ失われたまた何十年ということにつながるかもしれませんし、ということであまりこの新聞記事やですねその時その時の数字だけで一喜一憂することはないというないし、実際に金融関係者はですねあまりこの、1日1日あたりの、まあ、この上げ下げでですね、まあ、この新聞記事にあるように、まあ、少し安心をしてみたりということもないかと思うので、あまりこのですね手の記事やとか、表現に惑わされることがないように、自分たちでですね、まあ、その自分たちの身を守るための資産形成というものは自分が考えて自分たちで築いてですね自分たちで構築していかなければならないということになるので、まあ株ただですねとはいえ株価が、下がるよりは上がる方がいいに決まっているので、まあ、その辺のところですね今後の株式市場の動向も含めて、しっかりとですねこの経過というものを流れを見ていきたいなと思います。そして2つ目の音読の題材ではですねタイトルを確認しておくと、松木よここならですね宣伝も売るということで、ですねリテールメディアという新しい言葉というか、ちょっとまあ知ってる人は知ってるかもしれませんけど、個人的にはあまり聞いたことがなかった言葉が出てきたので、このリテールメディアという言葉を学ぶためにもですね2つ目の音読の題材は松木よここからか松木よここから&カンパニーのこの、リテールメディアということに関する記事をですね音読してみたいと思います。松木よここから&カンパニーがサイトアプリに取引先の広告ということで、宝の山の購買履歴を活用するのがリテールメディアだそうです。松木よここから&カンパニーなど小売企業がリテールメディアと呼ぶ広告プラットフォーム事業を拡大している。取引企業から広告料を受け取り、自社の電子商取引 EC サイトやアプリで商品を宣伝する取り組みで、消費者の購買に関する蓄積データなどを生かす点に特徴がある。浸透すれば物売り中心の小売りのビジネスモデルが大きく変わる可能性がある。平日の夕方20代の男性のスマートフォンに顔の汗などを拭うフェイシャルシートの広告を配信した。仕事から帰る時間帯で蒸し暑さも感じる気温。購買履歴の分析からこの男性は身だしなみへの意識が高いことが推測される。案の定自宅近くの店舗で商品を購入した。松木よここからはですね、こうしたリテールメディアに2016年から取り組み始めて、徐々に精度を高めている。例えば2022年に実施した顔の日焼け止め、ビオレ UV の広告は、販売が計画比で3倍の62万本を記録。一般的な販促活動ではここまでの実績は出なかったと、顔のですね、広告主の評価も上々。既存の宣伝広告とリテールメディアの違いは、小売企業にとってお宝である膨大な顧客データとその分析力にある。
松木をここからの場合、ポイントカードやアプリに紐づく約1億3000万の顧客接点が源泉となる。売り込みたい商品と似たカテゴリーの商品を買った集団を統計的に分析をして、購入者の特徴を抽出。リピーターでなくても新規で買いそうな潜在顧客を割り出して、専用アプリや自社の EC サイトを媒体として広告を配信する。分析は緻密で、性別や世代、店頭や EC サイトでの購買実績、各キャンペーンの利用状況など、1人当たり約2800の分析項目で消費者の実像を浮かび上がらせる。広告を通知するタイミングにも工夫がある。夏に需要が高まりそうな商品の場合、気温は25度以上、湿度が 40% 以上などと事前に設定しておく。各店舗は全国200箇所の気象観測地点のいずれかに紐づいており、気象条件が満たされると店舗の周辺に住む潜在顧客にリアルタイムで広告が通知される。今後は広告主から一定の予算を引き受けて、自社サイトだけでなく YouTube も活用するといった最適な広告の仕組み、組み合わせを提案するサービスも展開していく方針。膨大な消費者との購買データが強みとなる点で、リテールメディアはコンビニエンスストアとも親和性が高い。セブンイレブンジャパンは2022年に専門部署を立ち上げていて、約2000万人のアプリの会員データを活用。広告主の要望を聞きつつ、広告出稿プランを提案している。ファミリーマートは店内にデジタルサイネージ、電子看板の設置を増やしていて、サイネージに商品広告の映像を流しつつ、近くの冷蔵庫に実際の商品を陳列する取り組みで、大手飲料メーカーなどと組んだ企画では、販売の伸びが確認されたという。ということで、手法そのものはリテールメディアという言葉は少し新しく聞こえるようですけれども、昔からあった、ポイントカードですとかアプリなどをですね、連携して、マーケティングをしていくというような手法のようですけれども、このですね、ポイントカードではですね、なぜそのポイントが還元されるのかというと、結局私たちの購買履歴、購入履歴というものがこういうところでですね、活用されるからということになって、結局ここでもまたですね、この経済的に利益というかがの源泉となってくるということなので、その一部が私たちにですね、このポイントとして還元されるというような仕組みでもあるかと思うので、その辺のところも理解した上でポイントカードなどうまくですね、アプリなどを活用するといいのではないかなと思ったりしますね。そして3つ目の音読の題材ではですね、価格は語るというコラムで、終わらないメダカブームというようなタイトルとなっています。そのちょっと メダカブームが来ていたということを知らなかったりもしたので、ちょっと興味深くですね、一番最初に話したように、この魚の釣り方を覚えるという意味で、こういったやり方などからですね、入ってみると非常にリスクも少なくて面白かったりするかもしれないような気もするので、こちらの記事を参考にさせてもらいたいなと思います。ペットブームが続く中、メダカ飼育の人気が広がっている。品種改良されたカラフルなメダカの価格はオスメスのペアで2000円から3000円以上が定着。かつては熱帯魚売り場の片隅で1匹数十円から100円程度で販売されていたのとは様変わりだ。人気の背景を探っていくと、自然に触れたくても住環境や世話の時間に余裕のない都会の消費者の姿が浮かび上がってくる。住宅の立ち並ぶ東京都墨田区の一角、メダカを扱う江戸メダカの無人販売店の軒先に並んだ容器の中で、ラメ入りや赤みがかかったメダカが数匹ずつ泳いでいた。容器には2000円の値札がかかっている。東京など都市部ではここ2、3年、メダカ専門店の開業が相次いでいる。江戸メダカは2021年の開業で、代表の中村克司さんはメダカ好きが高じて起業。趣味で飼育している頃から市場があるのは分かっていたが、実際に開業してみると目当ての品種を求めて遠くから買いに来る方が多いと話す。かつては都市部の水辺に普通に生息していたメダカだが、環境の悪化で生息数が減り、1999年には当時の環境庁が絶滅危惧種に指定。注目が集まり始めたのは2000年代の中頃からで、今では定番となった赤の楊貴妃や白く光るみゆきなど、華麗な品種が登場。最初は熱心なファンが中心だったが、少しずつ市場が広がり始めていて、住宅のスペースや時間に余裕はないが手軽にペットを飼いたいという人のニーズにぴったりと、当てはまった。
大型の犬はマンションなどで飼うのは難しく、猫などを外に出せば近隣とのトラブルになりかねない。熱帯魚や金魚ほど手間はかからないということで、メダカがスポットライトを浴びているようですけれども、繁殖が簡単なことも他のペットにはない魅力で、産卵したら親に食べられないように別の水槽に移しておけば基本的には繁殖できるということで、メダカは寿命が1年から3年だが、うまく育てれば長く楽しむこともできる。コロナ禍の副業ブームでは繁殖に本格的に取り組むにわかブリーダーも増えていて、高値で買っても増やせば大きな利益が出るということだそうです。17世紀のオランダのチューリップバブルは品種改良が進み、球根の取引が投機化、高騰後に一気に弾けたとも言われている。メダカブームにもどこか、過熱感が強い。高値を受け、盗難や品種を偽る詐欺事件など危うさも見え隠れする。それでも現時点ではメダカは童謡や歌謡曲にも歌われて学校教育にも取り入れられてきた身近な魚で、一過性の流行で終わることはないとの声も多い。ファンの裾野は広がり、コロナが収束に向かっても人気に陰りは見えていないということで、メダカのにわかブリーダーの方などが副業などでですね、メダカを飼って育てて、そして販売をして、少しでもですね、この収入を得るというような、パターンもあるということだそうですので、こういうことにチャレンジをする方々というのもまた、非常にたくましいなと思ったりもしますし、やはりこういうですね、何でもいいから自分なりにできる範囲で、小さなリスクでできるようなところからですね、手をつけていくことによって、取り扱うもののですね、価格や、その価値というものをまた上げていけばいいだけのことなので、本当にこの副業初心者の方々にはですね、割と、取り組みやすいのではないかなと思ったりもしますし、またそこでですね、何か リスクがあったり失敗があったとしても、比較的メダカぐらいであればですね、その失敗自身もリカバーできる範囲となると思うので、こういう方々にですね、本当に敬意を表しつつ、このような取り組みというものをですね、自分なりにも学んでインプットしていきたいし、機会やですね、何か自分に合うものがあればもちろんチャレンジもしていきたいなと思っています。ということで今日はですね、2023年令和5年の5月18日の木曜日、今日という一日も本当に地味で平凡で、取り立てて大きな変化を感じることがない一日になると思いますけれども、自分なりに 0.1 ミリずつの小さな小さな点を日々打ち続けることによって、やがてその点と点が何かのきっかけで線で結ばれることがあれば、大きな変化を体感できることもあるかもしれないし、こうした何でもない平凡な一日を感謝して過ごすことによって、心が豊かな生活を体感できるので、今日も一日笑顔で元気よく頑張っていきましょう。それでは。